古内博夫は、日本の外交官、政治家。衆議院議員。議会は肖像くらい。君党は、君に党。正式には、古内博夫と表記する。宮城県岩沼市生まれ。伊達忠宗の過労職を務めた古内家の末裔である。第二高等学校から、東京帝国大学法学部に進み、大学在学中に高等試験外校化合格。 外務省に入省してからはドイツに赴任して、経験を積み1941年に本省に戻る。終戦直後は、新中軍との終戦連絡の接衝に当たるも、いわゆる、ワイコーパージで一時期障害へ出され、厚生取引委員会事務局長などを務めた。1953年に、外務省に戻ると、レバノン、オーストリア、 パキスタン、インドネシアの各国大使を歴任し、池田隼人首相の勧めもあって1964年に退官して、自由民主党公認で1965年の参院選に、宮城県選挙区から出馬するが、地元組織の分裂から辞典に終わる。翌1966年の仙台市長選挙でも落選し、1967年の衆院選で、 宮城一区から出馬して、ようやく正解入り。二期務め1972年7月の第一次、田中閣営内閣で、防衛政務次官となるが、暮れに総選挙を控えた11月5日に死去。同月11日に、岩沼市で、市民葬が取り行われた。ありがとうございます。